ヒレナガニシキゴイのワカナ。この写真の個体の品種は不明であるが、黄金種の一つと考えられる。ヒレナガニシキゴイは、ニシキゴイの品種の一つ。日本のニシキゴイとインドネシア原産のヒレナガゴイの交配や、品種改良によって作出された。ヒレが長いことが特徴で、泳ぐ姿が優美であると評される。1977年7月。 埼玉県水産試験場を視察に訪れた皇太子、秋人新郎から、インドネシアにヒレの長い鯉がいるので、日本のニシキゴイと交配してはどうかとの提言があった。インドネシアを訪問した際、先方から鯉の品種改良の打診が新郎にあり、これを契機として、埼玉県水産試験場は1980年により、ニシキゴイの品種改良に着手し、 二年後の1982年に本種が誕生した。同種は皇居東御苑二の丸庭園の池に放流されており、観賞魚として埼玉県を中心に各地に広まっている。大型となり、またヒレが通常の錦鯉の2倍以上長いという性質上、2倍系で飼育されることが多い。成長途上の個体は金魚に似ているとも評される。この大半は埼玉県で 作出、養殖されている。ありがとうございます。